まだ間に合う。でもこの端末、今使ってる端末、どうしよう、どうしようかな。もうちょっと配信時間遅らした方が良かったちょっと待って、本当に。おやすみメール、皆さん送ってほしいですよね送ってほしいですよね。そう、このまま配信を続けるか、おやすみメールを送るか、じゃあちょっとメールを送るので、ちょっと一旦落ちます。よし、送りました。ただいま送った。 あとは私の状態ですもうちょい待って、もうあともうちょっと。よし、なんかメイク濃いな今日。は。前髪やるの忘れてた。
いや、ヤッホー、リップがかっこいいリップがかっこいい。よいしょ。今日はレッスンでした。でもなんかちょっとこの後動画撮らないといけなくて、投稿しないといけないんですよ。忘れてた、投稿しないといけない。なんかアイオンシンデレラの、あの私はシンデレラってやつなんですけど、あれの動画を撮らないといけなくて、完全にあーそうだ今日だったと思って忘れてました。撮らないと。でもそんなあの早めに配信は終わるとかじゃないです。大丈夫です。お腹すいた。でももう今日食べるのはやめよう。ショールームしながらは撮れないね。あーお腹すいた、ご飯食べたい。でもさすがに9時から食べるのはちょっとやばいな、やめよう。うん、夜ご飯抜き。朝ご飯も昼ご飯も抜いてはないけど、夜ご飯食べたっちゃ食べました。あのところてん、ところてんだったっけ、なんかそれで食べた。ところてん何やったっけ、あのとあのツルツルするやつ、あれ何やったっけ、とろろじゃなくて、あの透明の、なんだったっけあれ、あの麺です、麺。なんかところてんであっとんかな、ところてんか、ところてん食べた。ところてんとちくわ食べた。もう今日はそれで我慢です。さすがに、さすがにちょっと我慢します。なんか春雨の太いやつみたいな、初めて食べた。あ、酸っぱいやつ、そう。ちょっと今日から頑張ろうと思って。あ、あとキムチも食べました。キムチ、うん、食べた。なんかそのちょっとしたあの撮影が今度あるんですよ。みんなじゃなくて私だけなんですけど、そう、それでちょっとなんか絞っておきたいなと思って、
あ、グラビアじゃないですなんでいつもこう言ったらなんでいつもグラビアって言うんですか違います。そういうのはね、あのね、セクハラになっちゃうよ皆さんセクハラになっちゃいますよ女の子に。あ、グラビアですか私がそれをうまく返せると思いますか。グラビアハラスメントです。私は見せたくないですね。明日何食べよっかな。明日ちょっとあの遠出するんで、それで、まあ、我慢してるっていうのも一つなんですけど、どうしよう。昔リコチが水着で切れた水着おじさん、なんかそのお仕事で、そうですね、まあちょっとちょっとあのあれですよね、そこは、難しい、何も言えない、言っちゃうと炎上しちゃうから。あともうちょっとで1000日ですね。こんばんは。千日。21日になりそうって言ってたけど、22日にしようかなと思います。お祝い配信はなので22日に来てください。見に来てください。22日も見に来てください。あ、メール届きました。こんばんは。こんばんは。
ブルーロック、何それ、アニメ？アニメは最近見てないですね。あんまりアニメ見ないです。好きなのは進撃の巨人、ちゃんと見たのは進撃の巨人が初めてかも、大人になって見たのは。それ以外はあんまり見ません。あ、そう、今日スタジオのレッスンだったんですよ。こんばんは。スタジオは20日ですね。20日と28日にありますね。スタジオ公演はなんか毎回ちょっと久しぶりになるんですよね。でもすごい好きな公演なので楽しみですね。暑い、暑くなってきた。ジャズは来月ですね。11月の5日、ちょっと先ですね。スタジオ公演好きです。 MC がないのがちょっと寂しいけど、でもなんかずっと踊って歌って踊ってって感じでノンストップなのが気持ちがいい。あの爽快なんか一つ一つ止まらないのがスムーズで好きですね。スピード感がそう好きです。あとなんか結構かっこいいダンスとか、あのウィッチーズウィッチは難しいんですけど、でもなんかちゃんと踊ってるって感じなので、それがすごく好き。多分前の先輩方のスタジオのセトリの方がダンスナンバーが多くて、あのクオリティなんか難易度も高かったと思うんですけど、まあ、今回はあの一緒になってやってるセトリは MC なしのセトリなので、あのずっと最後まで MC のないノンストップの セトリだから、またそれはそれできつさが違うよね。でもなんかそれもそれでちょっときついなって最初は思ってた部分もあるけど、それがいいかもしれない。
なんか花だれも好きなんですけど、花だれとはなんかまた違った感じがすごくいいなって思う。でもさ、スタジオさ、あのみんなさ、ダンスがうまいじゃないですか。だからすごいこう、私もそこに合わせようと頑張るから、頑張れるからすごい好きです。みちさんもめちゃめちゃ上手だし、いけちゃんもまやはさんもさこちゃんも彩パンもすごいダンス綺麗だし、しみさわらもパフォーマンス、なんかステージに立つとかっこいいしさ、そういうのパフォーマンスに特化してるから、周りにやっぱそういう上手な人がいるから、それを見るのがすごい好き。あ、アリちゃんさん忘れてた。怒られる。2曲目のオフボーカルのやつ、あれはサーカスっていう歌だったと思う。高いレベルの環境に身を置けるのは確かにそれはいいことですよね。なんかダンス上手いからさ、結構レッスンとかもなんかそれを見慣れてるんですよ。まあ、自分が上手いかどうかはちょっと置いといて、なんか周りが上手、なんかスタジオのレッスンとかだと周りが上手だ、歌とかダンスとか得意が上手だから、やっぱ
それが普通になってて、でなんかそれ、そのスタジオのレッスンと花だれのレッスンでなんか全然雰囲気違うなって思います。でもなんかそれをすごく感じてたのは、なんかみゆみゆさんがおった時はみゆみゆさんとか空花さんとかがマリーナさんとかがいた時は本当にもっとそれを感じてたから、私はあの磯貝さんとかがいる時のスタジオは知らないけど、うん、でもやっぱりもっとバキバキ踊る感じのレッスンだったんだろうなと思って、やっぱ一緒に入れたことがすごい貴重だったんだって思う。なんかそのダンスの先生も今はまあどちらかっていうと歌に比重を置いてる部分もあるからあれなんですけど、比重が傾いてる部分もあるんですけど、あの卒業される前の、 あの先輩方とかがいた時はあのダンスの先生とかもなんかすごいもっともなんかすごい厳しかった、なんかスタジオだけなんか筋トレとかなんかスタジオだけすごい全然なんか違った、あのチャートリとか四国とかのレッスンをちょっとだけあの覗いたことがあるんですけど、あの全然違って最初すっごいびっくりしたと思って、なんか何も知らなくてそれが普通と思ってレッスンをずっと受けてたんですよ。なんかもっとここはこうみたいな感じで、なんか厳しくてなんかもうレッスン本当厳しいなって思ってたら、なんか違うユニットのレッスンをちょっと見た時に、あ全然雰囲気違うと思ってなんかこんなんなんやと思って、だからあのレッスン動画とかで結構怒られてるあの声とかが入ってるんですよ。なんとかみたいな、なんとかみたいな、私も入ってるよ、小島って言われてる。でもそれがもしかしたら他のユニットはないのかもしれないでも私は一番最初はそれが普通だと思ってて、でもあれないのと思ってだから多分スタジオはちょっと厳しいと思う。今はどうか分かんないけど、ミニスタジオの時も4ユニットの中で一番なんか細かく言われてたユニットですね。
なんかミニスタジオミニスタジオミニスタジオ時代のレッスンはあの夢力をめっちゃなんか言われて、細かく言われて、もう肘はここまでみたいな、絶対そこまでみたいな感じでめっちゃ怒られて、で他のユニットのやつ見たらそんなことなくてびっくりしたえってなったその時あのタムキチとかもいたからね、タムキチがすごいダンス上手で、めっちゃ上手だった、タム。そうだね、多分。でも最初嬉しかったな、嬉しかったよね、やっぱスタジオに入れたのは。でも途中からなんかちょっとだけしんどくなった最初はなんかすごいパフォーマンスに特化したユニット、嬉しいって感じ、もうただ嬉しいって感じだけど、私は歌は好きだけどダンスはそんなあのやあんまやったことなかったし、でもそれでもなんかスタジオにいるだけでダンスが下手くそとかなんか踊れてないとか、もうちょっとあやこちが頑張ればみたいな感じで言われて、もしこれが他のユニットだったとしたら、うん、言われてなかったのかなとか思いながら、だからちょっと途中からすごくしんどくなったのはある。うん、私はなんかスタジオなのかみたいな、悩んだ時はあったけど、うん、でも結果的にいられてよかったですね。ちょっと心残りなのは、クーカさんともっと話したかったなって思います。クーカさんすごいクールだったから、でも話すと、見た目はすごいクールだったんだけど話すとすごい優しくって、もっと積極的に話したらよかったなって思った。
だからまあ悔いの残らないように今話したいなって思った人には話そうと思います。違います、お話し会に、お話し会につながる話じゃないです違います、違いますよ、単純にそう思ってた、思ってるだけです誰と仲良く、でも、まあ、特定の人に限らずみんな、みんなと幅広く人間関係を築けたらいいなって思います。まだあんまり話してない先輩の方、なんか実は忙しすぎて、あでもね、あそうだね、なんか多忙だからユミリンさんとは長いこと話した記憶がないです。なんか挨拶とかして一緒の空間には一応いるんだけど、でもなんか長時間話したことがない。だからいつも滝野でなんかすごいスタッフさんに呼ばれてて、そうだから今思えばなんかそんな長くユミリンさんと話したことないなと思って、忙しいんですよ。なんか気づいたらもう呼ばれていなくなってたりするんですよ。だからそういう面ではあんまり話したことないのかもしれないって思った。で、あ、そうで、あの四国音楽祭 の、 あの NHK の番公開収録、番組の公開収録の時にちょっと待ち時間が、待機時間が結構長くって、でその時になんか初めてって言っていいぐらいユミリンさんとなんか話、なんかすごい長いこと話したんですよ。だからあ、こんな長いこと話したの初めてやと思って感動しましたなんかいつもこう一言二言のラリーで終わって、終わるっていうか、なんかその早着替えの時とかちょっとメイク時間の時とかになんかちょろっと話すとかあったんですけど、なんかその元四国音楽祭の公開収録の時は本当にめっちゃ待機時間が長くてでそれであの一緒の部屋だったからもうあの雑談も結構長いことできたんで、あユミリンさんとこんななんか一緒の空間にずっとおるの初めてかもと思ってなんかその時は歌唱力の話をしましたね。同い年なんですよね。
仲のいい研究生、仲のいい研究生は4人とも多分そんな私と話してないんだよね。ああでも自分で仲がいいって言うとちょっと恥ずかしいから、一番話したことがあるメンバーで言ったらあずみんかな。うん、リオちゃんが一番話し、でも何口調がひろゆきさんみたいになってる。でもこんな喋り方ですよ私、いつもこんなんじゃないですか。リオちゃん、リオツンが一番話したことないかもしれない。なんか接点がなんかないのかもしれない。そうなんだよね、多分私さ一番なんだかんだ言って私年長なんですよグループの年長なんですよ。あの月単位で言うとユミリンさんが一番年長の方にはなるんですけど、まあ、一応あの私年長者なんですよそうだからうん、そういえばそうだよそうだよ、なんか永遠の18歳とかたまに言ってるけど、え、そうなんですよそうだからさ、多分向こう的にもこの人は何を考えてるんだろうって思ってるのかもしれないし、私もね、私も逆の立場で言うとなんかたまごっちの話かなみたいななっちゃうんだよねたまごっち知ってるってなっちゃうたまごっちも知らないかみたいな。でもまあまあその中でももしかしたら私は話しかけにくいのかもしれないね。どうなんだろう。失礼な、お母さんじゃないわアイコジはスルメ系だからなよくご存知でよくご存知で。皆さん言葉を選んでくださいね、私もレディーですよ
本当に何言っても私は傷つかないとかサウンドバックって思うかもしれないけど違うからね。でも笑ってるけど、まあでも皆さんが、まあ、表面上、まあ、見てる部分と、まあ、裏側っていうか、なんかまあ もっとこうだらけた時の素の部分っていうのは、まあ、皆さんが知ってる部分知らない部分っていうのがあるので、まあ、多分まあみんなから見た表から見てそう感じたことをまあ言ってる言ってるで捉えておきますね。うん、なんで怖いってことになるんですか。誰も言ってないけどそんなこと。こんばんは。アイオンシンデレラ配信決まりましたね。配信があります。
ありがとう褒めてくれて。何時に終わろうかな。10時46分ですか。もう1時間早っ。早いですね。3連休が終わりますね。悲しい。3連休何してた？みんな何してたの？楽しい楽しいお仕事だった。かわいそう。お疲れ様です。あ、七五三、え、いいね、七五三、七五三なんて。あやぶれサンリオ行った？それしてドーチ PR 舞台じゃないですか。あ、そうですね、あの STU のあの花だれが渋谷で流れてるみたいで、私も見に行きたいです。遠すぎて見に行けないけど。サイネージか。姉ちゃんに、でも姉ちゃんも渋谷行かんしな。東京行きたいです。行きてえです。お仕事でも行きたいし、プライベートでも行きたい。じわじわ NHK 確かにじわじわ迫ってますよね。私たちじわじわあの近づきに行ってますよね。なんか。ちょっとずつ。面白いんだけど。ね、もう気づいたらさ、もうあれかもしれん、あの紅白の出演者発表とかの時にさ、あのめっちゃ脇の方でいるかもしれない私たち。こうやって見てる、あれ私たちのお名前は呼んでもないですよ勝手に待機してるかもしれん。
もうその現場に、もうその現場にもう行っちゃってる。そう、ラブのハート、あのこのポーズしながら。勝手に押し寄せる。あーもうやだ、お腹すいた、もうダメだ、お腹すくともう本当にカリカリしちゃう。食べればダメなんですよ、ダメなの、食べたら。もう態度が、私のお兄ちゃんに対する態度に近い態度が出てきそう今。今ね、お父さんお兄ちゃんあたりに対する態度に近い態度になりそう。レオ、もうレオはいない、ここにレオはいないんだ。でもね、なんかね、昔から私ね、眠たい時とお腹が空いた時ね、超絶不機嫌になるんですよ。本当に迷惑極まりない人間ですよね。本当すぐ分かる、自分でも、あのね、自覚があるんですよ、眠い時とお腹空いた時。みんなそう、みんなそうですよね。特にね、私のお父さんがお腹空いた時めっちゃ無言になるんですよ。多分それに似たんだと思う。なんで、なんかさ、本当にさ、おかしいよ。なんかみんなの私のイメージが、あの本当にメンバーとかに。なんかあの怒ったりとか全然しないから、本当なんかそういう風に見られてたら本当になんかショック、そうなんだってなる、なんか悲しい。そんな、なんかあの切れるとか本当にないの。お札でもない。怒らせなよ。そんな風に謝らないで、みんなも。
ネタで言ってる、もうダメだ私、ね、もう受け取れないネタだって、本当にスルーできない。ダメだ、もうスルースキルゼロ、スルースキルゼロ人間です。多分これもさ、多分これもあれですよね、なんか怒ってるって思われてるんですよね。どうしたらいいの私、どうしたらいい、こんなの普通じゃんって、またこういうこと言うからなんか怒ってるとかって思われるんです。怒ってないんだけど、普通だ、もう感情が激しいだけ。多分次の配信でもさ、あれですよね、今日はお腹空いてない、今日は眠くないからって言われるんですよもう私も泣くしかない、うもうやだ、もうやだ、もう本当にもうやだ、もうもう、寝ません。みんなが 寝ろって言えば言うほど私は寝ません。いやだ、なんて言うことを聞かないといけないんですか。言うこと聞きません。いやだね。いやだ、もっとさ、そうやって声をかけるときはもっと、もしこの後もうやることがないんだったら、もし大丈夫だったらもう寝たらどう？って言ってください。
やばいやばいやばい、動画撮らないか、忘れとった、また忘れとった。なんかすごいですね。はい、撮ります。はい、撮ります、動画撮ります。やばいやばい、本当にちゃんと早く撮らんと投稿せないかんのよ。それでは皆さん、その投稿を楽しみにしていてください。これは私があの空腹を乗り越えて撮った動画なんだなって思いながら見てください。あの笑ってるのでちゃんと笑ってます。その時私はもうお腹空いたとか言ってないです。大丈夫です。あのもう疲れたとか言ってない、ちゃんとあの笑ってますからはい、でも皆さん、お話し会は絶対来てください。私はもう何回も言っている、お話し会に来てくださいと。それでも来ていない、これはもう由々しき事態でもいつも来てくださってる皆さん、ありがとうございます。本当にありがとうございます。と明日の火曜日13時までが締め切りなので、よろしくお願いします。君がこっちに来い。なんで女の子が動かないといけないんだよ。女の子は座ってあのあれなんだよ、可愛くリボンをつけてこうやってて、こうやってるところをみんなが来るんだよ。みんなが来るんだ。こうやってるところをこうやってるところにみんなが来るんですよ。わかりましたか？女の子どこ？ここだ、ここにいるじゃないですか、ここに。ここにいるじゃないですか。はい、では終わりたいと思います。13位ヨシポンさん、12位チバニャンさん、11位ズンミンさん、10位キヨさん、
9位小地里さん、8位しのっちさん、7位ウォニさん、6位ニコライさん、5位ウミガメさん、4位カタカナのタカさん、3位ピクリンさん、2位クジマサさん、そして1位はシロフクロウさんでした。ありがとうございました。それではまた明日。今日も見てくれてありがとうございます。